大地を切り、海を切り、空を切り、そして全てを切る。これが本物のアバーンストラッシュだ。負けてたまるか。俺は俺だ。勇者ダイナンだ。俺の体の中に眠っているドラゴンの力よ、目を覚ましてくれ。俺はもう絶対に仲間を殺させない。俺の仲間を傷つけたお前を許さない。ダイに出会えて俺たちの運命は変わった。ダイは俺たちの心の支えなんだ。こうなったら命を捨ててやるだけやってやら、一発や二発食らったくらいでおねんねしてられねえよな。故郷のロモスに帰って修行しようと思うんだ。自分だけの特技武術を身につけるためにね。ああいう敵はね、パワーで砕くのよ。老師、今こそ使わせていただきます。武神流武神乱舞。かつては俺も人間の世界に失望していた。だが俺は気づいた、人間の世界もまだまだ捨てたもんじゃないってことをな。我が師アバンよ、この不出来な弟子に最後の力を。メガンテアバンストラッシュ。あの紋章はドラゴン。ハンター、まだまだやった。今こそ全力で放ってやろう、我が最強の呪文を。もう過去の栄光はいらねえ。新たな勝利をつかむために。私の過去の汚点は私自身が始末する。全て忘れてしまえディーノ、そして真の我が子となるのだ。たとえ親だろうと何だろうと絶対に許さない。今だ。これで最後だ。よし行くぞ。として、ダイの特別衣装であるドラゴンクエスト3のですね、伝説の勇者の衣装と、獲得経験値でポップマームヒュンケルの特別衣装をご用意しております。 DQ3 から、伝説の魔法使い僧侶武道家戦士の衣装、そして DQ4 から伝説の魔剣士衣装が、付属しております。で今回はバトルやっていただくんですけども、はい、ネクストのところをちょっと選んでいただいてですね、これですね、これですね、はい、はい、でマップからこれを選んでいただくと。なるほど。でこのような形で、マップを見せつつもこの、はい、アイコンを選択していくんですが、それで、はい、ストーリーが進んでいくというふうになってます。なるほど、はい、これいろんな章立てになってるんですね。章立てになっております。はい。で、これが出発前の準備の画面になっております、はい、でここで必殺技を、必殺技、まあ、今はメラゾーマしか覚えてないんですけども、はい、今後覚えていきます。なるほど。で特技呪文というのもいろいろと覚えていくんですが、まあ、まだ序盤なので3つですね、はい、なるほど。メラメラミヒャダルコがそれぞれのボタンにセットされてると、はい、いうことですね、はい。ここは本ゲームのオリジナル要素ではあるんですけど、はい、絆の記憶というところで、ね、さっき PV にもちょっと出てましたね、はい、こちら選んでいただくと原作のですね、はい、名シーンをですね、1枚にしまして、これを装備していくというふうな形で、まあいわゆる武器防具の代わりではないんですけども、はい、まあ、大の大冒険はあんまり武器防具っていう意味じゃないと思うので、この名場面をですね装備していくことによって能力が上がるという形で、落とし込んでおります。どうしましょう、ね、まあ、でもポップだとやっぱ魔法力アップがいいですよ ね、 いいと思うので、このアバンセセット、はい、あとはロモソウがいいかなと思いますね。 HP が、なるほどなるほど、耐久力が上がるんですね、はいはい、じゃあロモソウいただいて、はい、レアリティが違うのがあります、はい、これはちょっと強いゴールドランクの貴重な記憶になってます、はい、ですね、多分ポップがいいのかなと思いますね、はい、ああなるほど、勇気をと魔力が上がって、かつメラミとヒャダルコも、まあ、チャージタイムがちょっと、はい、短くなると、はいはいはい、これを装備して、挑んでいただければと思います。これでクエスト開始で始まるわけですね、はいはい、よし、じゃあ行くぜおっさん。かわいい、右下のテクテクキャラ、あ、割とすぐ始まるんだ、はい、うるさね、
お、喋るんですか。お、おっさんが、お、ちょっと待って、あぶね。ちょっとおっさん来ないで、おっさん、おっさん来ないで。行ってますよ。はい、はい、はい。ちょっとおっさん、おっさん、おっさん、おっさん。ね、呪文を使っていただいて、大きなダメージを。強いですね。クロコダイン戦だとどんな立ち回りを意識した方がいいですか。そうですね、もうトップはもう遠距離型ですので距離を取ってですね、そうですよね、呪文で戦っていただく。もう遠くから遠くからどんどん やるしかないですよ。ちょっと、はい、はい、やっぱり打たれ弱いので、そうですよね、地域の注意という感じですね。なんかステップみたいなのが踏めるんですか。そうですね、これは回避ですね、うんうん、あ、まだかあ、これですね、これで敵がブレイク状態になるので、なるほど、必殺技を打つと結構いくいいダメージが。焼き尽くしてやるぜ。おー、ゲームではメラゾーマが当たる。メラゾーマこれで、あの、クロコダイン怒り状態になってますので、あ、まず、まず、まず、かなり強くなってます。まず、ちょ、真空の斧は使わせない、真空の斧は使わせない、逃げてください。ちょい、おー、ねえ、のお、これで、第一フェーズ終わりとなりまして、から、途中で、あの、名場面挟まりまして、その後にフェーズ2に移行してます。はぁ、待てよ、アマン先生みたいか。お、ということは、ということはですね、使ったことねえけど、やるしかねえ。あれをやるのね。ちょっとここ、そうよね、うん、そうなるよね。ただ、これですね、種崎さん読んでください。が、杖を砕いたポップにはとある秘策が。クロコダインの猛攻を避けながら砕けた杖のかけらを集めましょう。はい、ですって。はあ、急な無茶ぶりに対応していただいてこのシーンをですね、ちょっとどうやって再現しようかなと思った時に、このポップが攻撃できなくなります。なるほど。ですが、あの、この、で、砕けたかけらっていうのを、このちょ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 、おっさん避けながら集めてください。ふざけんな、おっさんおっさん、ちょっと来ないで。ちょ、おっさん、危ない。あ、オッケーオッケーオッケー、これでいいのか。感じでこちらでクリアになります。あー、なるほど。はい、こんな感じで、ストーリーが進んでまいります。ちょっと長くなってしまうので、こうカットかな。全部計算づくなんだよ、はい、と思うんですけど。やめろ、ここでやめろって言うんですか。この後はちょっと製品版を楽しみたいです。あ、そうですか。もっと見たかったさあ、ということで金崎先生がプレイする前にですね、お手本という形で、うん、まあプロデューサーなんで、そして素晴らしいプレーを見せてくれることでしょう。もう開発段階から散々触ってらっしゃるでしょう ね、 ね、バランス調整もご自身で行われてきてるあげるな、すごいプレッシャーですねでは、バーサスフレイザード戦行っていただきましょう。いただきます。あー、なるほど、大根かわいい。おー、すげー、このフレイザードさんが。おー、すげー、かっけー、かっこいい。あ、かっけー、周りのエフェクトとかめっちゃかっこいい。離れろ、手を出して、おお、あ、食らってますね。あとこれ、さっき、やめてください。第一弾当たってない。あの、一応ほら、あの、覚えてなかったデインとかも。あ、なるほどね。覚えるようになります。デイン使える。これが今、ブレイク中。おお、避ける。おー、だめ、リー君強い。硬いですね。あ、すごい、ドラゴンのモンスター。あ、危ない、ちょ、笠井さん、笠井さん、危ない、そう、危ない、笠井さん、今ジャストで避けた。危ない。これで、よし。おお、おあれ、ちょっと、ちょっと、はい、これでじゃあ、あ、あ、すごい、お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 、当たった。おー、すげー、いいダメージ、いいダメージありますね。すごいいや、でもフレイザードタフだな。ここはですね、怒りモードなんで結構ですよね。おお、でも、あ、でもすごい、さすが。あー、ちょっとかかした。あ、やばい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 、はい、まだ半分ありますよ、ね、HP あ、来ました。あ、向こうもやんの。おお、来ましたよピンゴフラボーズだ。すげー、あ、ちょっと待って、やったー、カサイさん、カサイさん、大丈夫だった。もうないよ、回復やられちゃうよ。何、カサイさん、ちょっとまだ4割強ありますよ。アイテム、あ、そういう回復もあるんだ。カルとかがあるんですね。
結構しびれる戦いですねこれね。これ手に汗握りますよ。悪くねえ、気に入った。面白い手品を見せてやるぜ。おすごい。こっからちょっと特殊な何かやりそう。楽しい正体。なるほど。うわ、反撃パターンもあるんですね。すげえ、避けてる避けてる。あ、すごい。これはひたすら避ければいいんですか？これひたすら避けます。あ、これはひたすら避けるんですね。2。おー、表演ばっかさんだ。すげえすげえ。表演ばっかさんだ。危ない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 。表演ばっかさんに感動してたら朝日さんがやばい。ちょっと緊張ですね。もう回復はないっすよね。これで、お、あ、決まるか。これでうまくいけるか。おー、おー、おー、ということで、はい、戦っていただきましょう。頑張ります。さ、はい、赤いの、赤いのをします。大丈夫か、大丈夫かな。え、これ先ほど見た強敵でしたが、頑張って、金崎さん。怖いよ。ダイダイ、頑張れ。ダイ、頑張ってください。え、もうこれ始まるぞ。はい、はい、はい、待って、待って、今どこにいるの。笠井さん、あれ、どんな感じのその違いが出てきてるんですか。ですね、多分ダメージとかも全然少なくなっていて、こちらのあの台が攻撃もですね、だいぶあの高くなってるかなと思います。で、さらにですね、結構そのこれは物じゃなくてマスコなんですけど、結構攻撃をホーミングするようになってますので、本当ボタンを押してるだけで敵の方に行くようになってます。いまいち使用よく分かっていないまま、もうダメージが、あ、もうだいぶゴリゴリ削れてますね。あ、田中さん、もうアバンストラッシュ。アバンストラッシュ、どこ打てる打てる打てる。え、こ、あ、そう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 、それ、うん、これでもう、これどう。あ、決まったで。お、あ、また。確証。え、勝ったんですか。